はい、どうもしのちゃんですグラブルやっていきたいと思います。ということでね、グラフェス来ましたね。ちなみにね、あの前回のスターレジェンドガチャの非属性のやつは、まあキャラで言うと、キャラだけだったのかな、ちょっとわかんないですけど、持ってないの2キャラしかいなかったんで、さすがに引ける気しなかったんで買いませんでした。で、今日はねこのレジェンド、スターレジェンドガチャこれやっていきましょうということで、大丈夫かな、大丈夫、まさかの黄金の騎士来ましたね。めちゃくちゃかっこいいよね。いや、こういうのね、ほんと好きなんですよね。こういうデザイン。ディアンサは、リミテッドじゃないですね。まあいいや、早速、ガチャやっていきましょう。スペシャルガチャセットは買ったんですけど、まだ交換しないつもりです。まあ、ただね、交換は一応、ペンギーと交換する予定です。まず1日1回無料行きましょう。よし。じゃあガチャセットも行きましょう。間違えた。ガチャチケも使っていきましょう。うん、まあやっぱり出ないよね。さあ、さっき買った、サプチケじゃなくて先にこっち行こうか。報酬席あと20個で、もう10連いけるから受け取ろうか。うん、これでたまったね。うん、これで30連はいけますね。よし、じゃあ行きましょう。行きます。はい、来ました。虹来ました。うい、虹2個出たけど、キャラじゃなかったっす。キャラというか未所持キャラじゃなかったです。ティアマトと、誰か忘れちゃったけど、くそ。よし、じゃあもう10連いきます。なんかね、グランデフェスは結構相性悪くて、なかなか、おお、すげえ、虹色めちゃくちゃ出た。誰だこれ。おお、最近このホワイトホークめっちゃ出る。バイブカハ出ましたね。うん、未所持キャラ、未所持召喚石出ました。さあラスト、30連目いきます。マジでお願い。いや、ちょっとトップ A 変えとこう。トップ A ちょっと変えときます。トップ A はね、いや、黒騎士でいいでしょ。黒騎士でいこう。よし、黒騎士でいきます。よし、お願いしますよ黒騎士。黄金引いてきてください。黄金騎士を連れてきてください。いきます。頼む。うわー、うわー30連目は爆死でした。
いや悔しいな、結構悔しいわ。なんか久しぶりにね、マジで欲しいなと思うキャラクターなんで。いやこいつは欲しいな。白カルテ使っちゃいたい気分、それくらい欲しいわ。こいつは強え。武器も結構強そうですね。20日までということなんで、まぁ、ちょっとストーリークリアしてなかったから、ちょっと頑張ってストーリークリアして、もう10連くらいいけるようにね、ちょっと頑張りたいなと思います。ちょっと悔しいなぁ。まぁ、一応持ってない召喚石はゲットできたんで、まぁ、良かったかなと思いますけどね。ただね、昨日の1日1回、無料のやつで、持ってなかったポセイドンが出ましたね。1日1回のやつで。で、あとは風属性で、今、バイブカファが出たと。まあ、どうなんだろう。召喚石はさ、基本的にフロートでしかゲームやらないんで、まあ、あんまりね、召喚効果っていうのはあんまり興味ないですけど。いやー、引けなかったな。引けると思ったんだけどな。悔しいな。まあ、とりあえず、今回のグランデフェス30連の結果はこんな感じでした。ちょっとなんとか頑張ってね、残り期間中に、ちょっとやってなかったストーリーでもクリアしてね、石貯めて、いけるようだったらもう10連いきたいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。バイバイ。